まずは、決定戦進出おめでとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。山さんは、4回目ですね、決定戦進出4回目で、昨年に続いての決定戦進出ということなんですけども、まずは今季の戦いぶりはどうでしょうか。ですね、予選から準決勝を通して割とずっと調子が良くて、はい、まあ、首位と2位の中にいたんですけれども、なんか最後の最後で最終日に大こけして自分の首を絞めたので、まだまだ甘いなと。本来そんな戦い方をしていたら決勝で勝ち切れるかどうかっていうのがちょっと自分でも疑問に思ったので、そこをちょっと勉強してこようと思ってます。なるほど、はい。最後で最終判定なんですけど、まあ、ほぼトップ条件という感じで ね、3位上2人抜けてて、3位を、まあ、何人かで争ってる状況で、はい、まあ、トンバでね、池下さんが5万点ぐらい持って、はい、約3マックス3万点ぐらいはまされてたと思うんですけど、まあ、そこからね落ち着いてじりじりとこう追い上げてて、ナンバーの親で4セオール引いたところはさすがだなと思ったんですが、はい、やってる時はどうでした。もういっぱいいっぱいでしたとにかく無理をして遠目の敵に打ったらバカみたいなんで、まあ、それだけは避けて、ただ自分のナンバーの最後の親番だけは全力で追い上げにかかろうと思ってました。あ、なるほど、はい。でその後も、まあ、無理せずというか、ある程度、ね、ナンバーの親で最後のちょっと5万点ぐらい近くなったら、割と緩めたというかね、条件もある程度把握冷静にできてたかなという感じがしましたね、はい。では、最後にですね、まあ、去年に引き続きね、まあ、根本香織女流最高位、今年なんと6連覇がかかっているということでですね、まあ、なんとかして倒したいということはすごいあると思うんですけどもね、まあ、意気込みをじゃあお願いします。女流の中で2番目にキャリアがあって、でさらに決定戦に4回も出てるのに1回も女流最高が取れなかったら、もうそんなに悔しいことはないんで、本当に全力で根本さんを倒しに行きます。頑張ります。はい、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。